福岡県立伝習館高等学校は、福岡県柳川市本町にある県立高等学校。略称は、伝習館、伝習、福岡スーパーハイスクール指定校。伝習館高等学校所在地伝習館高校の、期限は1824年柳川藩第9代、藩主、立花明県により創設された柳川藩藩校、伝習館にあるが、その発祥は、 1660年頃の鎮税の工事であった安藤昌庵及びその子孫が藩寿となり、藩子指定を指導していた家塾にある。1824年の年習館創設後、安藤節庵が教授となり、学期学則を定め、学校の組織内容を確立した。1868年には、藩政の大改革に際し、一時学館を廃止したが、1869年に、 さらに規模広大な文部館を建設した、西洋学術を取り入れるなど時代に即した人材教育を行ったが、発足して3年余りにして廃校となった。廃校後、英学校、市範学校を経て、県立中学校となり、現在の伝習館高校となった。伝習館の名は1824年柳川藩第9代、藩主、立花明賢により設立された藩校の名に、 由来する。その由来は、論語学事変の中の、創始枠、我、日に我が身を賛成す。人のために測りて中ならざるか、法友と交わりて真ならざるか、習わざるをつて振るかと、にある、1871年の廃藩地県により犯行は廃止されたが、後に、学生のもとで学校を設立する際、再び、伝習官の故障が用いられた。産業と呼ばれている。 明治時代に交渉に採用されて、以来、練習館の教育目標を象徴。三方に伸びる稜線は、知、徳、体の均衡を目指しバランスよく成長することを、表す。明朗、誠実、合憲を航訓とし、分部領土を目標にしている。朝加害が7時40分から行われ、3年時には、原則18時までの有加害が行われている。大半の生徒は、 国立大学への現役進学を目指す。私立大学への進学を進める教諭は少ないが、3年時には私立文系大学クラスが作られ、有名次第への指定校推薦が優先的に受けることができる。毎年、南関国立大学へは数名、九州大学へは20名程度合格している。また、5名程度が公務員へ就職する。高等学校,校1。 生在を輝け我が子の柳川。立花影子あり開きてに弱む。伝習館伝習館。盛代ここに、周比、合健つとに聞こゆ。なすべしなすべし我らともあり。二、平野よえやれ我が子の南地区。順風学あり。緑の若足。伝習館伝習館。新人雲と起こり。誠実度に響く。立つべし立つべし我ら勇むへり、三、ヨーヨーアスあり我が子の清流。 注ぐに、海あり水路は寒練り、練習間練習間願望常に広く、迷路空を慕う、行くべし行くべし我らせり減り、全日制、普通科のみ、以前は普通科英語コースが存在したが、2001年度入試より募集停止、定時制課程は2015年度から、生徒募集を停止、2018年3月をもって廃止された、通学区全日制は第十学区、 定時制は、福岡県内全域、生徒の主な通学手段最寄り鉄道駅など、青館会軍人学会財界文化人、スポーツマスコミ芸術、芸能日本国憲法26条1項に関する、訴訟、練習館高校に勤務していた3人の教師が、授業における教科書の不使用、学習指導要領の逸脱、成績の一律評価をしていたとして、学習指導要領違反、 教科書使用義務違反、一律評価による法律違反等を理由に懲戒免職処分を受け、処分を受けた教師が当該処分の取り消しを求めた訴訟である。最大の争点は学習指導要領の法規制、つまり要領が教師の教育活動の適法性の有無を判断する根拠になりうるかであった。最高裁は法規制を認めた。日本教職員組合は、 この3名の教師が日教備内でも最初派であったこと、生徒の保護者に指示を受けていなかったことなどから、この3名の教師を支援しなかった。ありがとうございます。